彩香を元から持ってたんでガチャで神格引いたんですが、いいんじゃないですか、うん、次のカズハまでに石溜まりますか。カズハがいつ復刻来るか次第です。どうなんすかね、彩香の解説動画とか神格の解説動画でも言ったけど、まあ彩香使うならカズハ欲しいんすわ。めちゃくちゃもう神格と一緒に使うならもう特にカズハ欲しい、もう最優先。てかもう彩香神格持ってるかどうか関係なく、カズハはほんまに原神でもトップレベルで引くべきキャラクターなんで、螺旋がマジでヌルゲーになるからね。なんかもうイエランとか持ってる人はいなくてももうヌルゲーだよって思ってる人多いかもしれんねんけど、マジでカズハは集団戦がね吸い込みでめっちゃ楽になるから、シャドウハスクとか苦戦してる人カズハは引いた方がいいよ。いつ復刻来るかは分からん。ただ順番待ちが今ダントツでエウルワが順番待ち長くて 2.3 から来てなくて、その次がねクレイとカズハなんよ。クレイカズハはいつ来てもおかしくない。なんなら 3.6 でカズハ復刻来ても、まあ、文句は言えない。その程度か。だからまあ原石神格に使っちゃって原石ないよっていう人はまあ今からでもバイトしたりお金作ったり、それかもうガチャで紙引きするしかないな。 3.6 かもしれんし 3.7 かもしれんし、3.6 で復刻来る可能性がめちゃくちゃ高いのが、まあ、エウルアだったり、まあ、ナヒーダだったりするので、復刻次第やな。だいたいね、無課金の人でも、原神は3ヶ月くらいやってたら星52人は引けるんよ。で、3ヶ月って2バージョンだから、3.6 でカズハが来なかったら、3.7 とか 3.8 で来て、その時に原石取っといたら、まあ、カズハ引けんじゃね。ニーロはわからん。けど、ナヒーダは、中ボス追加しなきゃいけないから来る。と思う。これはかなり自信がある。今まで前例が2回あるから。エウルは引くために貯めようと思うんだけど、エウルはネルメロ的にどうなんだ。エウルは推しの人には申し訳ないけど、エウルは別にいらないです。アタッカーはみんなそうです基本的に。あ、でも物理アタッカーってレアだからな。螺旋でたまに物理ダメージバフプラス 75% みたいなえげちいものがあったりしますが、そういう時強いけどな。まあ、物理って別に元素反応を使うわけじゃないし、物理じゃないとクリアできない螺旋とかがあるわけでもないし、アタッカーは別に他の元素のアタッカーでも火力出せればいいわけで、エウルアは別に必須ってわけじゃないです。まあ、だから正直、引かなくてもいいキャラです。ただまあ、こんなエツエツボディでさ、うん。声優もね、レールガンの美坂誠だし、美坂誠なんですよ、声優さん。で、スキルでね、長押しで、ジャッジメントって言うんだよ。これは引くでしょ。いや、狙ってんなって思ったもん。笑ったわ。エウルは、バージョン 1.4 で来るよーってなって。で、声優が、美坂美琴で長押しでジャッジメントって言った時、ほんまに笑っちゃった。とりあえず、まずエウルは使いますと。計画は立てたの？計画は立てたの？立ててる。かっこええ。1、2、3、4。かっこええ。スキルも見よう。はい。粉々よ。モーションめっちゃかっこいいね。長押しどんなんこれ。ジャッジメントマジでちょっととあるの声優さんが、美坂美琴さんの声優さんがジャッジメントって言うと、ちょっとなんかね、感慨深いものがありますね。お姉様ってなるよね。フータオの幻想爆発ボイスにエクスプロージョンが追加されるのをずっと無限に待ってます。なんかまあ好きな人は引いて、ただ別にエルアはいなくても困んないキャラなんで、まあそんな感じですわ。てかまあ物理だしね、しゃないね。ミカ断トツがおすすめ。ミカ引くかどうか悩んでる人に向けてかお話。ミカというキャラクターです。スキルの持続時間が12秒、結構優秀。氷元素粒子も4粒かな。まあ、結構氷元素粒子作れて、まあ、そこも優秀です。物理バフと攻撃速度を上げる効果があります。で、まあ、爆発のね回復効果がちゃんとしてて、仕事できるんですよ。ちゃんとヒラーしてる。爆発使ったらチーム全員の体力、なんか一気に6で7割ぐらい回復して、まあ、通常攻撃でも回復できて。ヒーラー枠も満たせて、まあ物理バフが活かせるかっていうと、物理バフが生きるのは物理アタッカーだけだけど、その攻撃速度アップがね、結構いろんなキャラで活かせたりするんで、時たま使うかなーみたいな、そういう感じのキャラなので、星4としていいバランスしてますね。なので、まあ、ミカ引くんだったら、無凸で確保で留めるか、で、星座が貫凸だけぶっ壊れでやばいです。1凸別にいらない。で、2凸は物理バフが 10% たまに増えるかなぐらいなんで、まあ、あってもなくてもあんま関係ないね。で、3凸で回復力が上がります。まあ、これも関係ねえわ。で、4凸で、爆発が70から55になるんで、まあ、使える星座は2と4。まあ、正直なくても構わん。で、1は別にいらねえ。で、3も5も別にいらねえ。貫凸だけがもうぶっ壊れだね。だ評価としては、C 評価。B 評価、C 評価、B 評価、C 評価、SSS ぐらい強いんで。まあ、ミカは0か6じゃね。無凸確保か貫凸確保かどっちかですね。まあでも、貫凸きっちりしな。で、別に無凸ミカはさ、エウルは強く使いたいとして、まあ、同じ氷元素ヒーラーでシールドも貼れるディオナも、まあ別に強いんで、エウルと相性いいしね、ディオナ。別に無理して引く必要ないと思うわ。まあ、なんでエウルと一緒にミカがピックアップ来なかったんだよっていう問題ではあるんですけど、まあ
なんでなんだろう。絶対、あやか、エウルアでよかったよな。だから、ミカは無凸か貫突ですね。いや、無理はしない方がいいので。まあ、引いてもいいけど。あやか、神格狙うついでにミカとか。そんなんでいいと思うよ。ミホヨの気まぐれ。いや、でもほんまにミカとエウルア同時ピックアップしなかったわ。ちょっとわけがわからない。バージョン 3.1 で原神始めてすぐにリユウ駅神格に一目惚れしました。ライデンもナヒーダも、イエランも我慢して、祝福とここだけ課金して9万原石貯めて、アヤカ無凸、神格二凸、持ち武器、どちらも、即歳ギリギリ加工、エロ神格好きならそれは最適解じゃない。今最高に原神が楽しいです。いやー、それがいいよな。ライデンスルーして、ナヒーダスルーして、イエランスルーして、まあ、正直もったいない。ライデンもナヒーダもイエランも引くべきなんやけど、そいつらをスルーして、推しの神格を二凸させて、あやか引いて、キリギリも息災引いて、一番君は旅人の中の旅人だよ。強さじゃなくて推しを強くするのにぶっ破してる。よう我慢したね。リデリデのために石貯め続けてたけど、我慢できなくなってガチャ引いた挙句爆死して燃え尽きました。僕に原神頑張る理由をください。原神でガチャ爆死ってどういうのだ。原神は天井システムちゃんとしてるから、90連引いて、まあ、ナナちゃんだから誰かがすり抜けたとして、それでまた50年ぐらい引いても来てないのか。それでも天井近づいてるしな。次の 3.6 で、まあ、新キャラ、まあ、白術かカーベが来るし、新キャラがぶっ壊れなことに期待するとか。まあまあ爆死っつっても天井がちゃんとしてるから安いもんじゃない。ピックアップ確保に160連が爆死の基準。まあ私もそんな感じやな。80連かけてすり抜けちゃって、また80連ぐらいで星5来たわっていうのが爆死だよな。それでも優しいけどな。モンストは楽。 FGO とかもっとやばいんじゃない。馬娘とかどうなんやろ。最近のソシャゲは親切なのが多いですけどね。武器ガチャの爆死は何連。私の八重美子のガチャは多分原神の歴史に残る爆死。何連だったんだろう。この酩酊システムがあって、欲しい星5武器が2回連続で引けなかったら絶対次の星5が来んねん。最悪の場合星515回引くことになる。で、私は八重美子のモチーフ武器が星5貫突するのに14回かかったんで、原神配信者の中の歴史に残る。私の武器超えられる人おらんで多分。 FGO10 万円入れて星51体の時あった。それきついな。でも原神も本当に運悪いかったらきついけどな。どうなんだろう。160連は 160×160 25,600 原石でしょ。25,600 原石ってことは38,400円でしょ。そっか。10万円課金したらどんなに運が悪くても6体ぐらいは引けるな。まあ、11万4千円ぐらいで、まあ、すり抜けピックアップ限定星5、すり抜け限定星5、すり抜け限定星5がどんなに運悪くても6体は引けて、そのうち限定が3体だから、やっぱ原神親切ですよね。結構旅人に親切な設計になってると思います。宵宮のためにしめ縄引きを回ってたら、スコア50の花ができて、自分のキャラのランキング見れるやつで、私の宵宮見たら385位でトップ1%だった。すごいじゃろ。なんか聞いたことあります。自分の UID 登録したら、なんか生物強い順にランキング統計取ってくれるサイトがあって、385位トップ1で、うちのキャラ最強っていう人よりは、そうやって数字を打ってくれる人の方が信頼できる。宵宮最強中、攻撃力2200、まあ飛雷かな。飛雷の名言精錬1、生物しめ縄4。全世界で385位、上位 1% の宵宮だそうです。これ切り抜きチャンネル切り抜きやすいだろうな。サムネイルに書くんだよ、全世界385位上位 1% の宵宮。えっぐ 52.1 だな。えっぐあれ 42.7。 はい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 、いいじゃん。時計、攻撃時計 37.2、 まあ40弱やな。炎バフ49.0、 炎ダメージバフ杯。49いくんだ、リッツダメだけで。炎元素のアタッカーみんなこれ使うからね、これから。やばいな、半無理。38.1。これが385位か。強えな。率、あー、はいはい。そのランキング決めてるサイトはさ、どういう基準でさ、順位決めてんの？会心率75はもうちょいあった方がいいと思うけどな。ダメージ270ってすごいな。私が今まで見てきた宵宮の中で最大値だな。あ、いいと思う、いいと思う。会心ダメージ270は、まあ会心出たらダメージ 3.7 倍で、まあ率はもっとあった方がいいけど、まあ 75% は許容範囲だな。ただ、期待値で計算してんのかな？ランキングサイトが、わかんないな。会心率もっとあった方が期待値は伸びてるわけだしね。まあいいか。めちゃくちゃ強いと思う。270初めて見た、宵宮で。一つか。はいはいはい。まあ宵宮二凸狙ったり、武器の精錬なんか上げたりとかかな。まあでも本気なら、まあ両方武器も星座も貫突すべきですね。この飛雷の名言ね、まあもちろん確保してるだけでも偉いんですけど、まあ精錬ランク上げていけば、精錬ランク5で攻撃力もダメバフも2倍になって、ダメバフ40から80、攻撃40。えぐいし。貫突でね、通常攻撃の DPS1.3 倍になるんで。
まあ、両方できたらやばいな。16、これが385位か。勝てる気がしやん。私もし登録したらレザーとか2500位とかなんだろうな。合計スコアで決めてる。あ、そうなんや。率ダメのバランスじゃなくてシンプルに生物の強さなのね。え、スコアって攻撃力等倍で計算してる？原神の生物のスコア計算さ、生物計算のスコア計算作ったうちの一人でもあるのよ。私は一応広めたうちの一人でもあるのよ。あれ作ったんさ、ほんまに原神始まってからさ1ヶ月ぐらいで作ったやつやねん。回心率2倍、回心ダメージ等倍、攻撃力等倍って。あれ、攻撃力等倍で計算してる？海外のやつでしょ、それ。めちゃくちゃ不安なんだけど。もっといい指標はあるやろなって思いながら作ったからさ、実際当時も。あ、熟知は 0.25 倍すんや。まあ、いいか。熟知 0.25 倍でも。そうなんや、初めて知った。で、まあ、当時はさ、元素反応のダメージ計算ってもっと低かったん。バージョン 1.6 でカズハが実装されたタイミングで、ここのダメージあるじゃん。カフカ超伝導感電燃焼氷砕きのダメージでさ、熟知1000あればさ、6.37 倍になるじゃん。昔はこんな高くなかった。もう数値覚えてないから、もう思い出せねえけど。バージョン 1.6 でここ強化入ってたんですよね。で、しかも、基礎ダメージも増えてます。だから、レベル90の時の元素反応のダメージ、基礎ダメージが 1.6 で増えたし、しかも熟知持った時のこの補正も大きくなって、まあ、だからね、感電波とかが増えたのも 1.6 から、昔からあったけど、まあ、感電波で螺旋いけるよ、みたいな、お手軽だよって言われ出したのも 1.6 からな記憶があるわ。まあ、スクロースとか強いからね、まあ、全然感電波やれたと思うけど。で、これがずっとそのまま来て、で 3.0 でスメールが来たじゃん。開花反応のダメージはカフカと一緒なんよ。開花、種ね。で、その種に炎元素ぶつけた熱開花か。それはカフカの 1.5 倍なんで。今超開花反応最強じゃん、正直。螺旋クリアするなら一番お手軽じゃん、超開花が。だからなんか原神螺旋きついって言ってる人は、まあ、超開花狙うのが一番早いと思うんですけど。超開花反応が、今、めちゃくちゃ強いのも、1.6 の元素反応強化から続いてる話なのよね。1.6 で元素反応の基礎ダメージ増やしましたとか、熟知の分の補正大きくしましたっていうのがあって、その過負荷反応の 1.5 倍の火力が超開花で使いかなんで、まあまあ、もしその 1.6 の強化がなかったら超開花はもっとおとなしかったと思うっていう話ですね。で、超開花めちゃくちゃ強いけど歴史があるのよ。超開花えぐい。まあ、正直、生害獣もな、ナヒーダとアヤトとクキシノブの3人だけでクリアできたしな、12層。アヤト私無凸だしな。なんか前回の螺旋の方がむずいって言ってる人たちおってんけどさ、でも別に生害獣余裕だったんよね。コスパがいいお手軽だよ、つって。まあ、ナヒーダ貫突してるけど、まあ、ナヒーダ貫突効果は封印しました。ナヒーダ2凸してるけど、まあ、2凸は消せないからちょっと勘弁し。その分3人でやったから。今回はどんな問題だ？この3人だけで螺旋クリアできました。で、アヤトは、まあ、とにかく水元素つけたいんで、武器は祭礼ですね。祭礼アヤト。これでね、生害獣、めちゃくちゃ余裕だった。一発で星級いけたからさ。で、しかももっと強くなるしね。クッキー忍のレベル90まで上げれば、レベル80とレベル90だけでもね、開花の火力って 1.3 倍ぐらい変わるんで、86レベルと90レベルでも結構変わると思うねんな、開花。いや、もっともっと強くなる伸びしろもあるし、それぐらいね、超開花は強い。コスパがえぐいよな。あ、マジで変わる。なんかね、開花反応で全然ダメージ出ないんだけど、つって嘆いてる人の大概はレベル上げてないんだと思う。70レベルと80レベルでも 1.3 倍ぐらい違うし、80レベルと90レベルでも 1.3 倍ぐらい違いますよ。だからなんか70レベルの人の開花反応は2万かもしれんけど、いや、超開花は2万かもしれんけど、90まで上げたら3万ぐらいまで伸びるわけで。ちゃんとレベル上げてね。どんぐらい違うん？それはもうちゃんと調べて。YouTuber さんでもいいし、原神ウィキでもいいし。あったあったあった。こっちの表が分かりやすいか。レベル90だと、カフカ反応が2800ダメージですね。で、超開花で使いかは 1.5 倍なんで、もっと出ると。レベル80の時は2100だろ。2100と2800ってどれくらい違う？ 2100 の 0.3 倍が630だから。やっぱり 1.3 倍弱かな。こんぐらい変わるよね。で、レベル70とレベル80も1500と2100ですから、これも600違い。うん、1.3 倍ぐらい違うな。ということで、元素反応主体で戦いたいときは、ほんまにキャラレベル上げましょう。うん、マジで。上げようね。結構変わるでしょ？ 1.3 倍ってだいぶ違うくね。水力4セット入るぐらい違う。水力4セットめちゃくちゃ強いって言われてるじゃん。だいたい 40% 耐性下げて火力 1.3 倍ぐらいなんよ。レベル80からレベル90に上げるだけで水力4があるかないかぐらい、開花とか火負荷とか感電のダメージ変わるんで。ほんまに。まあ、クキシノブみたいな。クキシノブっても超開花のために生まれてるやん、今はもう。クキシノブのレベルは。マジで90まで上げちゃっていいよ。あとニーローとかね。まあ、ニーローとかクキシノブはマジで90まで上げるな。まあ、レベル上げた方がいいよって言ってんのは、こういう理屈です。